始めさせていただきます。私の、今日の資料はこちらに、見ていただきながら話を進めたいと思いますし、皆さんお手元に資料がすでに配られていると思いますので、それをご覧いただきながら聞いてください。今日は原子力をこれまで進めてきた行政に対して、一言私は申したいことがあるということでここに伺っています。まず私自身は原子力に夢を持って原子力に夢を抱いて原子核工学科というところに入った人間です。なぜそんなことになったかというと、原子力こそ未来のエネルギー源だと思ったからです。無尽蔵にあると、石油や石炭は枯渇してしまうから将来は原子力だということを信じてこの場に足を踏み入れた人間です。ただし、入ってみて調べてみ見たところ、原子力というのは大変貧弱な資源だということに気がつきました。今これからこのスライドに再生不能エネルギー資源というものの量を順番に書いていこうと思います。まず一番多い資源は石炭です。大変膨大に地球上にあるということが分かっています。ただし今書いた資格は究極埋蔵量です。実際に経済的に掘れると分かっているのは確認埋蔵量と言われているものなわけですが、この青い部分だけだということになっています。ではこの資格が一体どのくらいのことを意味しているかというと、右の上に今小さな資格を書きましたが、これは世界が1年ごとに使っているエネルギーの総量です。ということは、石油の現在の確認埋蔵量だけで言っても、数字で書きますとこんなことになりますが、60年、70年はあるし、究極埋蔵量が全て使えるとすれば800年近くはあるというほど石炭はたくさんあるということが分かっています。その次に天然ガスもあることが分かっている、石油もある、そしてオイルシェール、タールサンドといっている現在はあまり使ってない資源もあるということがすでに分かっているわけです。そして私自身はこういう化石燃料と呼ばれているものがいずれ枯渇してしまうから原子力だと思ったわけですが、原子力の資源であるウランは実はこれしかないのです。石油に比べても数分の1、石炭に比べれば数十分の1しかないという大変貧弱な資源であったわけです。ただ私がこれを言うと、原子力を進めてきた行政サイドの方々は、いやそれはちょっと違うんだと、そこに書いたのは核分裂性のウランの資源量だけを書いたろうと、実は自分たちが原子力で使おうと思っているのは核分裂性のウランではなくてプルトニウムなんだというわけです。つまり非核分裂性のウランをプルトニウムに変換して使うからエネルギーとして意味があることになるということを言っているわけです。どういうことかというと、こういうことです。まずウランを掘ってくるということはどんな意味でも必要です。それを濃縮とか加工という作業を行って原子力発電所で燃やすと、これが現在やっていることなわけです。しかしこれをいくらやったところで、今聞いていただいたように原子力はエネルギー資源にならないのです。そこで原子力を推進している人たちは、実はこんなことではないと言っているわけですね。ウランはもちろん掘ってくるわけですけれども、あるところからプルトニウムというものにして高速増殖炉という特殊な原子炉を作ってプルトニウムをどんどん増殖していくと、それを再処理とかしながらぐるぐる核燃料サイクルで回しながらエネルギー源にするんだと言ったわけですね。で最後は高レベル放射性廃物という大変厄介なゴミが出てきますので、それをいつか処分しなければいけないという仕事を描いたわけです。ただプルトニウムという物質は地球上には一滴もありませんので、仕方ないので現在の原子力発電所から出てくるプルトニウムというのを再処理して高速増殖炉を中心とする核燃料サイクルに引き渡すという、こういう構想を練ったわけです。しかしこの構想の一番中心は高速増殖炉にあるわけですが、この高速増殖炉は実はできないのです。日本の高速増殖炉計画がどのように計画されて破綻していったかということを今からこの図に示そうと思います。横軸は1960から2010まで書いてありますが西暦です。
何をこれから書くかというと、原子力開発利用長期計画というものができた年度を横軸にしようと思います。縦軸の方は1980から2060まで数字が書いてありますが、これはそれぞれの原子力開発利用長期計画で高速増殖炉がいつ実用化できるかというふうに考えたかという、その見通しの年度を書きます。原子力開発利用長期計画で一番初めに高速増殖炉に触れられたのは第3回の長期計画、1968年でした。その時の長期計画では、高速増殖炉は1980年代の全般に実用化すると書いてあります。ところがしばらくしましたら、それは難しいということになりまして、次の原子力開発利用長期計画では1990年前後にならないと実用化できないというふうに書き換えました。それもまたできなくて、5年経って改定されたときには、高速増殖炉は2000年前後に実用化すると書き換えたわけです。ところがこれもできませんでした。次の改定では2010年に実用化すると書きました。これもできませんでした。次は2020年代に、もう実用化ではありません。技術体系を確立したいというような目標に変わりました。ところがこれもできませんでした。次には2030年に技術体系を確立したいということになって、では次の長期計画でどうなったかというと、実は2000年に長期計画の改定があったのですが、とうとうこの時には年度を示すこともできなくなりました。私は仕方ないのでここにバッテンをつけました。そしてまた5年後に長期計画が改定されまして、今度は原子力政策大綱というような大行な名前に改定されましたが、その改定では2050年に1期目の高速増殖炉をとにかく作りたいという計画になってきたわけです。皆さん、この図をどのようにご覧になるでしょうか。私はここに1本の線を引きました。どん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 目標が逃げていくということを分かっていただけると思います。横軸はこれ、横軸も縦軸も一マスが10年で、この線は何を示しているかというと、10年経つと目標が20年先に逃げるということなのです。10年経って目標が10年先に逃げたら絶対にたどり着けません。それ以上にひどくて、10年経つと20年先に目標が逃げているわけですから、永遠にこんなものにはたどり着けないということを分からなければいけないと私は思います。ところが、こういう長期計画を作ってきた原子力委員会というところ、あるいはそれを支えてきた行政は一切責任を取らないということで今日まで来ているわけです。日本はモンジュという高速増殖炉の原型炉だけでもすでに1兆円以上の金を捨ててしまいました。現在の裁判制度でいうと、1億円の詐欺をすると1年実刑になるんだそうです。では1兆円の詐欺をしたら何年の実刑を食らわなければいけないでしょうか。1万年です。原子力委員会、原子力安全委員会、あるいは経産省、通産省等々、行政に関わった人の中で文書に責任のある人は一体何人いるのか私はよく知りません。でも仮に100人だとすれば、一人一人100年間実刑を処さなければいけないという、それほどのことをやってきて、結局誰もいまだに何の責任も取らないままいるという、そういうことになっているわけです。原子力の場というのは大変異常な世界だと私には思えます。